彼らは立ったか。ならば。ここまで来れば。再生も滞りはない。これならば、寸刻の後に。今は時が惜しい。高尾のもとに急ごう。またいつでも来とくれ。何があった？高尾姉様がどこにおるかご存知でありんせんか？高尾はここにいないのか？今朝方から伊予神保のお侍様ともどもすっかり姿が見えませんで、はあ、姉様に何かあったらと思うとあちきは。落ち着け。俺たちも探してみよう。何か分かったらすぐ知らせる。すまないが、しばしの間待っていてくれないか。主様、はい、よろしゅうお願いいたしんす。なんだ、土帝が何かよこしてきたか。見過ごせん。行くぞセイバー。山吹殿はここを動かぬよう。昨日の地帝とは縁なきもの。なんだか様子がおかしいな。気をつけろよ、より。渡る天のごとく。発目せよ。受けてみろ。
礼はいらないぞ。君はどこか安全なところへ。あの、お願いが。どうした？私の友人たちをどうか助けてもらえませんか？もののけに襲われてはぐれて、もしかしたら二人とも襲われているかも。だそうだな、ヨリ。無論受けたまわろう。なぜ分かっていて尋ねた、セイバー。さてどうだかな。ありがとうございます。あの子たちはそれぞれ王子と北の方へ走っていったと思います。どうか二人のことよろしくお願いいたします。我らが刃突き
怪我はないか？ああ、あんたたちのおかげでね。しかし、江戸は一体どうしちまったんだい？今日の化け物といい、昨日の大男といい、恐ろしいことばっかりで嫌になるよ。大男というのは？あんた知らないのかい？昨日の夜に吉原を出てった大男のこと、私も偶然見かけたんだが、ありゃ怖いなんて言葉じゃ済まないよ。身の丈八尺を優に超える男が雄たけびを上げながら走り去ってってさ。おかげで昨日はろくに寝つけやしなかったよ。ああやだやだ。なるほど。ほんとあんたらも気をつけなよ。それじゃあね。恐ろしい大男か。夜中で会ったからだろうか。昼日中に見たならば、あれは見とれるほどの異常符だというのにね。大男、きっとはぐれのバーサーガーだな。正気を取り戻して吉原へ戻ってきたと武蔵は言っていたが、そうではなかったのか。あるいは土帝に泳がされたか。九段の術の支配下にあるならば放ってはおけない。あれは強力なサーヴァントだ。行方を探らねばならん。きっと太夫や師匠も追っているだろう。急げば合流できるか。うむ、しかしまずは二人目を助ければだぞ。そうだな。うちのことはいいから早逃げて。何言ってんで、俺は江戸の同心だぜ。町のみんなを見殺しにするくれえなら腹かっさばいて死んでやら。助の進化。お、伊織さん、ちょうどいいところに。頼む、手を貸しちゃくれねえか。あの化け物まるで刀が通じやしねえ。はい、わかった。では共にやるか。おお、助かったぜ。ほんじゃ、あとは頼んだぞ。まあいない方が戦いやすいぞ。
んだ。わかった。やっぱ。え？イオリさん、あんたは命の恩人だ。見回り中に化け物に出くわした時は俺もここまでかと覚悟したが、いや案外なんとかなるもんだな。九死に一生というやつだな。しかし吉原まで見回りとは珍しい。いつも億劫がっていたろ。そりゃあれだよ、最近あちこち物騒だからよ。少なくともここいらあたりはよ、同心の俺が一丁気張って守らねえと。あ、なんだこれは、書か。な、おいバカ。吉原再建か、ずいぶん気張った見回りだな。だろう、男助の神一世一代の大勝負のつもりでだな。ま、吉原の夜には火遊びが増える。丹念に見回ってほしいものだ。気にするな。さあ、行くぞ。うむ、はぐれのバーサーカーを追うぞ。ああ、だがまず山吹殿に知らせておこう。リンスか、姉様はお侍様と吉原の外へ。ああ、まず間違いない。ありがとうござリンス主様、それが分かって少しほっとしんした。俺たちは太夫たちを追う。不安だろうがこらえてくれ。はい、心待ちにしておりんす。姉様のことよろしゅうお願いいたしんすよ。さーて、バーサーカーを追うぞ。より問題は奴の行方だな。ある程度当たりをつけるほかにない。バーサーカーが操られているとして術者は彼をどのように使う。あれだけの強靭な体躯と力だ、不落の砦として手元に置きたがるかもだ。まあ俺でもそう考える。つまりこたびの術者は土帝、奴の居所は寛永寺だったか。そうだ、土帝は寛永寺にあるとは小説の件だった。はい、わかった。では迷わず赴くぞ。いざ寛永寺。小説様、浅草より戻られて早々ゆえお体に障りあらば。大事ない用向きは。は、吉原の石膏より宮本伊織が上野へ向かったと知らせがありました。そうか。小説先生、貴殿らか。
すまぬが今軍学を講ずるいとまは。小説先生、ご無事ですか。昨夜辻斬りに襲われたとのこと、先生の恩義に大事あらば。辻斬り、ああ、まみえたが払ったまで。そうでしたか、それは何より。どうした。よかった、本当によかった。先生がご無事で、拙者、拙者、バッケロー。だからみっともね、小説先生の前だろうが。よもやさほどに案じられようとは。主、恐れながら、あなたは何故ああいった溢れ物を抱えているのです。門弟のことか。はい、あれらに構っていかがされるのか。ホムラに自ら集うがごとき、ハムシにも似た矮小実派、あなたにとっては無意味無益。口を慎めライダー、彼らをそしることは許さぬ。彼らもまた不条理にあえぐ婿なれば、捨ておくことなどできようか。我が願い、キー高騰と笑いたくば笑えばよい。だが義の間のみとはいえど、私は貴殿の主、是が非でも我が刃として働いてもらう。ライダー、貴殿の力あらば我が高騰はうつつとなろう。霊樹の一角でも二角でも望みとあらば捧げるが、いかがだろうか。清らかなる我が主、一体誰があなたを笑いにしようや。すでに我が身は限界の折に心よりの叫びを聞いた。由衣小説、あなたは正しい。ここに私は誓いましょう。この魂、この刃、霊気霊覚の一辺に至るまで、すべてあなたの願いがために捧げるの。ならば我が策にてその覚悟を問う。構うまいな。無論。ライダー、貴殿は私を。ライダー、かの日の誓い、今も。武士としての腕は向こうが上、芸脈から魔力を集め押し通るしかあるまい。まずは上野からか。行くぞ。あの幼子がなめ、あれはアメ細工という。
バビロニアの他でも手に入るものだ。水飴をこねて様々な形にして、昔のカヤは猫が好きで、猫の形が欲しいとよくねだられたな。いいなそれは。あの子の持ってるのは魚の形かな。魔力の流れが変わった。バカだ。いかに土帝といえど、リーメクをねじ曲げるなど。まあまあ、早計はやめよう。おじいさん、慎重に歩を進める時だ。では参る。奥の手。悪かったな。ヨリ、これも読みのうちなのか。ヨリ、新手だ。戦いをせずに進めるわ。ん？なんじゃこの妙な魔力は。上野より南の方から漂ってきておるが、動く気配はないな。敵か、罠か。術か。なんとも見通せぬ。不用意に近づかぬ方が良いかもだ。行くぞセイバー。俺たちは勝つ。この程度、朝飯前というあれだ。ひとひねり。
どうした？結界が破れない。霊知力は十分に集まっているはずだ。妙じゃな。またぞろ土帝何がしの術やもしれん。本物の術者は面倒だな。まずは辺りを調べるか。貴殿だったか、はぐれのキャスター。何故ここに？君たちが困っていると思ってね、この私自ら助けに来てやったのさ。それはもしや上野の結界のことか？ああ、この一帯に大掛かりな魔術が仕掛けられている。人の認識を歪めるものが存在しない霊地霊脈の幻を見せるような。ああ、なるほど。幻術、下術の類か。ここへ来るまで私が誰かわからなかったろ。そういうことさ。だが安心してくれたまえよ。この大魔女にかかればこの程度。これが本来の霊脈ということか。なるほど、結界が破れんわけだ。感心しておる場合か。より我らの霊知力、細々とした霊脈に頼りきりじゃぞ。さて、悪いけど力を貸してやれるのはここまでだ。はぐれの実はいろいろと不便でね。いや、十分だ。オンに切る。おお、あらてじゃ。土帝め、術が破られたのを察知したか。肝心の術は破ったんだ。焼け石に水だと教えてやろう。ああ、一気に突破するぞ。より、共に行くぞ、より。出番だ。待っていろ。この程度、朝飯前というあれだ。破れる結界があるようじゃ。
なんとも異様な雰囲気じゃな。気をつけて進めよ、より。開かないな。勘抜きがかかっているのか。この門、術で封が施されておる。土御門の仕業と見て間違いないじゃろう。切って進みたいが、宝具は抜けん。ここは他の道を探そう、より。船か。ふむ。この船で池の向こう側まで渡ってみるか。おお、渡りに船とはこのことじゃのう。ね、ダメじゃ、より。この船、竿がないぞ。ぬか喜びであったか。落ち込むのはまだ早いぞ、おじいさん。その顔、何か策があるようじゃな。さあ、乗った乗った。あちら側までひとっ飛びで届けてやろう。ひとっ飛びときたか。行くぞ。おっと。はっ。ほうほうほう、なんとも爽快じゃったの。そうだろうとも。そうだな、またいつでも飛ばしてやろう。なかなかだった。だが目立ちやすいな。澄み渡る天のごとく。やっ、受けてみろ。油断したな。この力、必ず生かそう。鍛錬の甲斐があった。
子だ。力がみなぎる。新たな力を得たか。悪くない心地だ。新たな力を得たか。いい調子だ。
くぞ。おっと、残らず切るとしよう。覚悟は良いか。頼む。出番だな。我らが刃引かせる。味わうといい。ホームラのごとく来い。すぐに行く。見切れまい。また一つ強くなれたか。だいぶ手間取らされたの。この先は楽に進めるといいんじゃが。この門もダメじゃ。きっちり術が施されておる。どうする、より。これではいつまで経っても寛永寺。また会ったわね、宮本より。まだこんなところにいたの。遠回りまでして。あの門がなかなかに厄介なのだ。砕いて通るわけにもいかん。でしょうね、魔術師の本拠だもの。強固な工房として形作られているでしょう。一種の砦とでも思いなさい。ではこれは砦攻めか。忠告痛み入る。ドロテア殿、アサシンは未だ。ええ、そうよ。未だに私のアサシンは奪われたまま。彼の魔力をたどっていたのだけど、どうやらあなたと私の目的地は同じようね。ならばどうだろう、再び力を合わせるというのは。イオリ、いいのか。確か前は似たような流れで結構働かされたような。あら、随分な言い草ね。単なる適材適所でしょうに。よく口の回る。今回は期待なさいな。この程度の攻防
ドロテア・コイエットの前には無意味であると教えてあげる。まあ、こんなものよね。おお、娘よ、なかなかやりよる。では先に進むかの。待って、門の向こうにも敵の気配がある。ここは私の魔術で一掃して。おお、待ち伏せか。あっさり見抜くとは軽眼だな。いえ、そのあれよ、私が出るまでもなかったわ。ああ、やっぱり足が8本、目もたくさん。あれはあなたたちだけで片付けなさい。いいこと？雲が苦手なのか？何よ、私を見ていないであれをどうにかなさい。私たちには気づいていないようね。少し待ちなさい、今術式を。あれ式の敵にまじないなぞ不要。見ていろイオリ、ドロテア。行っちゃった。あなた、サーヴァントの手綱を握れていないの？馬というより空を舞う白鳥だ。手綱は似合うまい。やっ、出番だ。任せろ。覚悟は良いか。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。違うものだ。イオリのカトンもそれなりではあるが、ドロテアの多彩さにはまるで及ばない。異国の術、まあなかなか大したものあんなに褒めるならもう少しこちらの指示に従ってほしいわね。罠も何も全て食い破っていくんだもの。私としては気が気ではないわ。あれがセイバーだ。そうするだけの強さがある。そのようね。アサシンも波の英霊ではないけれど、セイバーの剣、あれはなんというか破格ね。どうやってあんな英霊を引いたのか教えを請いたいくらいだわ。俺にもわからない。あと、よく食うから懐は冷えるぞ。
何それ、ジパングのジョーク。一人いないとはのう。土御門による人払いか。腐っても義の監査役だもの、それくらいはするでしょ。神秘と陰秘であり、人目につけるべきじゃない。陰陽道であってもそこは変わらないはずよ。目と鼻の先だ。回り道や足踏みをしている暇間はないぞ。つまりは避けざる難敵だ。押し通るぞ、よりドロテア。そうなんでしょうけれどね、同行するのは利害の一からであって、あなたに命令される言われはないわ。うるさい、特にあの僧兵には気をつけろ、死ぬぞ。はあ、ミスター、どうかして。あれは確かに難敵だ。どう戦ったものかは思案していた。思案することはないわよ。普段の通りあなたたち二人で戦いなさい。申し合わせもなければ訓練もしていない、そんな三人で戦えて。いいえ、戦えない。付け焼き刃はごめんよ。私は非常時に備え力を温存しておくわ。さあ行きなさい。まあ道理だ。では姫の仰せの通り、行くぞより。揺るがぬ地のごとく。
良い身のこなし。力を借りる。分かった。手当てしておけ。澄み渡る天のごとく。解き放つ。頼む。任せろ。我らが刃。突き立てる。捕らえた。どうだ。決める。出番だ。分かった。見えた。に起動。我が前に立ちはだかるすべて地に伏せよ。渾身発揮。怒涛。うむ。あらたのさっさと眠らせて。あら、木で武者のセーバー。君、土帝の術を逃れていたか。土帝、そやつがこの魔が月の元凶か。俺たちはそう見ている。今や多くのサーヴァントが支配下に置かれた。相分かった。古今東西の英雄英傑たちよ、貴殿らの漆黒、我が剣にて砕いてくれよう。
まい。助力感謝する。構わぬ。私は悪鬼を追うゆえ、これにて。相変わらず気持ちの良いセイバーだな。よし、では寛永寺へ。あれは。まだ操られているか。あれは手強いぞ、ヨリ。アーチャーと君の死が手を組んでなお引かせるだけにとどまった相手だ。さて、どう勝つか。あれがハグレのバサーか。長く伸びた髪、トシュの闘志。まさか知ってるのかい、あの子のこと。師匠、太夫。やあ、伊織くん。バーサーカー殿を追ってきたら、まあ偶然。こちらは寛永寺へ向かう中途です。はぐれのバーサーカー、寛永寺を守る砦かと。うん、人間城塞もとい英霊城塞ってことね。さて、いかに攻めたものかしら。そこのあんた、偉人のあんた、あんた神明を知ってるんだろ。教えてくれないか。私はあの子を止めなきゃならないんだ。この通り。頭を上げなさい、マスターでしょ。あなた、私はアサシンのマスター、ドロテアよ。いいわ、教えてあげる。私の予感が正しければ、複数陣営による共闘は必須。それほどの相手と思いなさいな。あのはぐれのバーサーカー、神名はサムソン。おそらくね、神より力を授かった怪力無双の闘士。神？ええ、こちらにおける唯一にして無二の神。ざっくり言うと、一柱しかいない分強力よ。あなたたちの価値観からすると、そうね、神や仏全てから力を授かったに等しいかしら。大きく出たな。仏のことはよく知らないが、なるほど、それはあの強さも納得だ。世界は広いからね、中にはとんでもない英雄もいるってこと。さあ、相手にとって不足なしと言いつつ、一応確認しておくわ。お嬢さん、サムソンには弱点ある？あるわ。サムソンは神から力を授かるとき、その神に刃を当てないという条件をつけられた。故に髪の毛を切ることができれば彼は力を失うわ。聖書に書かれた通りにね。ってことは、あの子。ええ、かつての彼はそうやって死んだの。愛する女性に髪の秘密を打ち明け、裏切られて力を失い、死の間際には暴力の嵐と化したそうよ。女に裏切られたか。因果だね。二度も同じ思いはさせたくないところさ。でもね、それでも私はあの子を止めなきゃならない。操られて暴れ回っちまうなんて、そんなの望むような子じゃないんだ。何言ってるかもわかんないけどさ、でもそう思うんだ、思っちまうんだよ。だから力を貸して、武蔵ちゃん。ええ、任せて、太夫。というわけで
彼は私たちが引き受けるわ。みんなは援護をお願い。師匠たちだけであれを相手に、それは。ええ、小野賀師匠が勝てぬと申すか。なんて。冗談冗談。でもちょっとだけ本気です。ともあれ心配ご無用です。それに手が足りない時には遠慮なく声をかけるから。撫で切りにしてあげましょう。いいかい武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう太夫。でもあなたはあなたの覚悟を決めなさい。武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう太夫。でもあなたはあなたの覚悟を決めなさい。よっ、水の肩だっけ。よっ、見よう見まね。これならなんだい。自在天地利用繰りから小テンション行くぞ。剣豪バットイサナ大テンション。水かつもくなさい。
何の、サムソン、私みんな、ありがとうね。私のわがままに付き合わせちまって。先を急ぐんだろ。私らのことは構わなくていいよ。それに、武蔵ちゃん、あんたもさ、これからは好きにしてくれていい。という。私、決めたんだ。もともとこの儀に乗り気じゃなかったのは分かってるだろう。私たちの願いは自分で叶える。儀の勝者にはならなくていい。あの子を捧げて助かろうなんて、そんな虫のいい話はないさ。あとねえ、セーバーじゃなくてバーサーカーの宮本武蔵さん、マスターなんざ放って好きに戦ってみたいんじゃないのかい。そりゃまあ多少はね、ほんのちょっぴりそうかもしれないけど、こう見えて一応はサーヴァントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ。あんたには好きにしてほしい。あとはあんたの願い次第だね、武蔵ちゃん。うまいな、どんちかな。そうかもしれないね。まあそういうことならきちんと叶えてあげなくっちゃね。難敵は消えた。遮るものは結界一つきりか。押し通るぞ。いよいよ
土帝に相対する。それは気が早いんじゃないかしら。他にもはぐれがいるのか。いいえ、でも私がここにいる理由、まさか忘れてしまったのではないでしょうね。来るか、アサシン。我が体は地力の意志を動かし、我が牙は鉄火にをも砕く。人によりて人にあらず、神によりて神にあらず。決心、伊吹大明神演技。セイバー君、アサシンの行方が気になるみたいね。無理もありません。アサシンの解放した宝具は凄まじかった。同感。しばらくぶりにゾクッときたわ。あの清潔なる神器容器、これまでは本気じゃなかったってわけね。ドロテア殿が奴を引きつけていなければ、今頃上の一帯は。ええ、跡形もないでしょうね。果たしてドロテア殿、あのまま逃げおおせるか否か。サーヴァント、特にアサシンに狙われた以上、無事じゃ済まないだろうね。助けがなければあの子は死ぬよ。土帝かアサシンか、どちらにせよ決めるのはあんたさ。そうね、ここは考えどころ。事態の元凶土帝を仕留めるか、宝具を解放したままのアサシンを討伐するか。ちなみにアサシンは放っておいても、自分のマスターを殺してしまえば自滅するなんて考え方もできるけれど、さて伊織君はどうする。長々と悩んでる時間はありません。気持ちが決まったらすぐに教えて。
あんたの道はあんたで決めるんだね。細い糸のような希望。気持ちは決まっ、はい。すみません。了解。気持ちは、はい。奴を仕留めます。俺はアサシンを仕留める。聞いたぞ、宮本伊織。あれ、あなたは小説貴殿、怪我は？かように案じられるほど柔にできてはいない。そうか、なぜここに？貴殿も見ただろう、最悪の化身となり果てたアサシンを。このまま奴の暴走を許せば江戸は終わる。平穏は崩れ去り、混沌渦巻く修羅場と化すだろう。そうなれば世はますます歪み続ける。一刻も早く倒さねば。ああ、あれを放ってはおけない。江戸と人々の平穏は守らねばならん。そういうものだ。ゆえアサシンを倒す。あ、平穏を守る、それが貴殿が義を戦う理由か。ああ、道に反する行い、見過ごしてはならない。そうか、ならば宮本伊織殿、平らかなる世を守るため貴殿に託そう。奴の討滅を、そして江戸に平穏を。ああ、ずいぶんと意地らしいことを言う。うんうん、かわいい子じゃないの。もうちょっとだけ若ければな。小説、貴殿は来ないのか？あいにく今はアサシンと渡り合う術を持たぬ。共に行けども貴殿らの二となろう。それに私にはなさねばならぬことがある。奴を追い打ちたいのは山々だが。あい、わかった。邪神の征伐は私たちに任せるがいい。だそうだ。最新、気を配ることだ。アサシンの体を覆う鱗は刃も矢玉も受け付けない。何、邪神とは得てしてそういったものだ。かつては私も苦戦した。だが案ずるな、私は勝てる。ああ、貴殿の剣ならば必ずや通る。私の目が正しければ、貴殿の宝具はランダの伝説に縁ある剣。故に奴を切れる。ほう、小説、セイバーの宝具に気づいたか。とはいえ奴は強大だ。真っ向から仕掛けるのは避けておくがいい。セイバーの剣が通じるのとは逆しまに、奴の神器もセイバーに効いてしまうはずだ。忠告、痛み入る。では行くぞ、より。
さて、どう切ろうかしら。切るのは私に任せろ。よし、敵は撤退したようだ。ドロテア・コイエット、南横須賀じゃないかしら。ほら、サーヴァントと対峙できる。なるほど。敵はアサシンだ。抜かるな。二度とどあらあら、フフフ、バディって感じで。あれはどこへ行く。より、さすがはアサシンの眷属だが、分かっていればどうと。こっちは準備。ふふふ、私も負け。残らずキルトしよう。ここだ。お前だ。見つけまい。受けてみろ。お前の武勇の前にもはや敵はいない。セイバー。当然だ。私は君のサーヴァントだぞ。敵に奪われてしまったか。うまく。こっちは準備万全だ。我らが地、敵に狙われておるぞ。それじゃ。助太刀。
ひとひねり。より、あら。備えよ。な。とく片付けよ。来い。すぐに行く。おりゃ。そこだ。とく。はあ。敵の仕掛けじゃ。注意して進め。破れる結界があるようじゃ。始まったか。燃え盛る炎のごとく。この勝利、貴殿あってこそだ。や。良いぞ。君となら、いかな相手も敵ではない。お楽しみの時間だ。そうとも。終わりさ。この程度、朝飯前というあれだ。おお、修行僧たちだ。あそこは滝行ができるという話。神奈川港のサーバン。ああ。この先に奴の気配ありだ。南に陣取って待ち構えてるみたいね。随分と熱烈な歓迎じゃない。横須賀に向かう以上避けられません。ここは押し通る。ああ、行くぞ。おおとも。相変わらず全て立ち筋。次は
はどんな技を見せてくれるのかしら。なんというか、おや、この程度のプレッシャー、私の知ってるイオリ君なら簡単に跳ねのけちゃうんだけどな。そういう、師匠ですね。一つ強くなれたか。はぐれのアーチャー、こんな形で相対することになるとは。分かってはいたが、なんとも少しばかり気がとがめる。我が家は敵をうがつ、それだけだ。ドロテア殿がここを通ったかどうか尋ねたいところだが。この様子じゃ話は通じないでしょ。元は総統の英霊にせよ、今はハグデの身ならば。はっ、おとなしくさせるまでのこと。やはり師弟だな、イオリと武蔵。食らうがいい。
を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。てやどうだ。いや盛る炎のごとく。アーチャー、君、もしや意識が。己土帝、あのアーチャーまでも苦しめるとは。はぐれは霊地と深く結びついている。彼の術からは逃れられまい。やはり術の大元を叩かねば。アサシンを仕留め次第土帝だな。行くぞ。ああ、
これ以上の消耗は避けたいが、横須賀に入るにはまだ。待て。伊織宮本だな。ああ。船で届けてやる。その代わり、お嬢様を助けてくれ。元よりそのつもりだ。遠慮はせずに乗らせてもらう。残らずキルとしよう。
くれ、キャスター。きっとしのフィガーの一杯クケオン。いっとこ。な、終わりさ。よいしょ。この勝利、貴殿あってこそだ。という有様だ。奴の通り道にあったものは軒並み砕かれているようだが、あとをたどれば奴を追える。待った、どうやら邪魔者のお出ましみたい。いとまのない時に限って。ならば私が引き受けましょう。二人はこのままアサシンを追いなさい。師匠、頼みます。ええ、ちゃっちゃと片付けてすぐに後を追いかけるわ。追いに行きます。ご分を。この程度、物の数ではない。押し取る。待て、セイバー。俺にアサシン必殺の秘策がある。ほう。小説は言っていた、セイバーの剣はアサシンに通じると。ああ、司祭は言えないが、あれには勝てる。そしてこうも小説は言った、アサシンの神器、お前によく聞くと。ならば正面切ってぶつかるは悪手。ゆえに俺が行く。単身俺がドロテア殿の元へ向かい。皆まで言うな。もう分かった。君がアサシンの気を引き、私が隙を打つ。によりジャドクで一度死にかけたのを忘れたか。忘れてはいない。頼む、セイバー。全てはお前の剣を生かすためだ。あ、その言い方はずるい。嬉しくなってしまうじゃないか、イオリム。ねえ、分かった、策を飲む。だがいいか、くれぐれも無茶はするな。
空の手。澄み渡る天のごとく。火の肩。無理か。別の道を探す。セイバー、あの瓦礫使えまいか。ふむふむ、任せろ。あれを足場にここを越えようという腹だな。一面邪毒の沼か。無理はよせ。より良い道を探すべきだぞ。だがこれが最も早道ではある。私は霊体となって身を隠す。死ぬなよ、より。頼むぞ、セイバー。
面白きかな。たやすく終わるかと思いきや、こうして見るとなかなかに触りおる。不自由かしら。必ず私を狙わなければいけないというのは。いやいや、やはりお前は面白きの杖だ。我が身を縛る術式、この目を欺き攻防に仕込んだか。それでこそお前を試す甲斐ある。待て、アサシン。あなたどうしてここまで。江戸を蝕む者は切らねばならぬ、それだけだ。やってみろ。我がマスターを食い終える前にな。アサシン、いいえ、神明を甲賀三郎、息吹の神に呪われた男。今のうちに言っておくわ、テイド。甲賀三郎、甲賀一族の祖、山中異界より戻りし魔人か。来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。終わりさ。言うに及ばずだ。無駄無駄。最強の男。しゃれ込みましょう。ぬるい。さすがに硬い。揺るがぬ地のごとく。まずは奴を守る鱗を剥がす他になし。魔術師を舐めないで。
か共に消えるか、二つに一つよ。未練だらけの終幕。トライ来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。言うに及ばずだ。最強な男。どうする？人の気、これほどのものか。待たせたわね、私。ラストダンスとしゃれ込みましょう。来るわ。よいしょ。さすがに硬い。奴を守る鱗を剥がす他になし。な、一体他じゃフェアじゃないわよね。ここで倒れては来た意味がない。死の方ブーザー、見誤ったか。来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。言うに及ばずだ。最強の男。魔力解放。先導する。魔力解放。これほどのものか。待たせたわね、私。ラストダンスとしゃれ込みましょう。他になし。ここまでか。来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。言うに及ばずだ。最強の男。まずは奴を守る鱗を剥がす。ここまでか。
来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。言うに及ばずだ。いや最強の男もらった。受けてみろ。それが先導する。これほどのものか。待たせたわね、アサシ。ラストダンスとしゃれ込みましょう。ここまでか。来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。自由に及ばずだ。見誤ったか。Hut!
揺るがぬ地のごとく。盛る炎のごとく。私の歩みは止まらない。受けてみろ。少しで刃が届く。ドロテア、合わせてくれ。
腕を貸してくれ、キャスター。まずは一杯キュケオン、いっとく？よいしょ。消えるか、共に消えるか、二つに一つよ。見誤ったか。来たからには役に立ってもらうわよ、宮本より。言うに及ばずだ。最強の男。星をなせ絶技。
発揮怒涛よくぞ乗り越えた我が姫よ。雨がかき消える。アサシン、私はあなたに答えられたかしら。私がマスターでよかったのかしら。ドロテア殿。やめなさい、宮本伊織。それ以上は口にしないで。哀れまれる理由も慰められる言われもないわ。そうでしょ？うん。私一人でもなせたことだけれど、借りは借りだわ。ちゃんと返させてもらう。それで他に何か？いや。より休んでいるいとまはないぞ。すぐに寛永寺へ取って返さねばだ。そうなさい。私は敗者、義の行く末だけ見届けてあげるわ。ぜひ頼む。ではごめん。勝ちなさいよ。ありがとう。青春みたり。さあいざ土味方だ。ん？何やら寛永寺の様子がここからでは詳しくは分からぬが、結界が破られておるようじゃ。それに大魔術の気配も消えた。俺たち以外の手で土帝が討ち取られたか。わからん。行って確かめるほかあるまい。まずはリーチの始末をつけ寛永寺へ急げ。より。ああ、妙だ。一体から人の気配がまるで感じられない。土帝はどこへ行った？奴は死んだ。小説？死んだ？本当か？虚言を弄する理などない。貴殿らが五体無事でいるならば、アサシンは撃たれたのだな。ああ、貴殿の助言に助けられた。礼を言う。私はあくまで救われた恩に報いたのみ。それよりもユイ、奴は。私が寛永寺にたどり着いた時にはすでに本堂で事切れていた。そうか。マスターによる奇襲、あるいは
自我を取り戻したはぐれの報復か。誰が手を下したかというのは指したる問題ではない。寛容なのは義の見届け役が死に、同時にマスターの一人が死んだということ。ということは、ああ、代わりの見届け役に曰く、土帝はキャスターのマスターだったようだ。つまり残るマスターは私を含め4名。故に覚悟せよ、宮本伊織。次まみえしその時は必ずや貴殿を倒す。あの口ぶり、ライダーは小説の元に戻ったか。伊織、これ以上この地に用はあるまい。ああ、ひとまず危機は去った。浅草へ戻ろう。ああ、参った参った。殿も全くお人が悪い。近頃は江戸も物騒だってのに、文一つのためにこんな遅くまでな。待て、なんだ一体どこから現れやがった。その質問、意味はあるのか。それよりも、いや、面倒くさいな。僕に残された時間もわずかだ。今は食ってしまえばいいだけか。あんた何を、うん、あもとより寂れた屋敷ではあったが、今は輪をかけて広く感じられるな。一人飲む酒というのはどうにも味気ない。四川であれば月や影と杯を共にしたろうが、結界を破ってまでここへ来たのだろう。そんなところに隠れていないで一献どうだ。アサシンの真似事などするものじゃないな。面倒だ、要件から言う。僕と契約して再び義に身を投じろ。お前はハグレではないな。となるとキャスターか。マスターはどうした。死んだ。要するにお前も消えかけていると。ああ、今お前が僕と契約しなければ間もなく僕は消滅するだろう。跡形もなく。そうなる前に僕と契約を交わせ。これはお前が永月に手を伸ばす最後の機会だ。バカを言え。俺は一度負けた身だ。敗将は敗将らしく潔く去るべきだろうよ。そうか、お前は民のために一縷の望みをかけて奇跡にすがったものと思っていたが、やはり不忠の心だな。お前の主も草葉の陰で嘆いていることだろう。朱一賢の最後は賛美を極めた。自ら職を立ち、骨と皮だけになって死んだ。その妃も宦官たちも皆自ら命を絶った。ああ、お前の母も自刃したのだったか。なぜだ、なぜ彼らは死をも恐れなかった。お前はそれをよく理解しているはずだ、国仙也。お前の姿に明日を、希望を見ていたからだ。誰より民を愛し、
民に愛されたお前の姿に。だのにお前を我が子のごとく寵愛し、国政を与え、誰よりも重用した皇帝の死に、お前は一滴の涙さえ流さなかった。なぜだ。貴様には永遠に理解できまい。俺にとって陛下がどんな存在だったか。話は終わりだ。とっととここを去るか、今ここで消えるか、選ぶんだな。そう脅かすな。お前が手を下さずとも、ただ黙って見ているだけで僕は消滅する。だがその前に一つ忠告しておこう。今のお前に正気は皆無、民は決して蘇らない。試みてみなければわからん。戦わなければ勝利は決してつかめないのだから。僕はキャスターである前にレコーダー、膨大な記録の蓄積から未来さえ見通すもの、擬似的な千里眼とでも言えばいいか。本物のそれには届かずとも、僕の予測は精密だ。この演算結果は決して変わらない、覆せない。お前がどうあがこうと中元の奪還はかなわない。そう、お前の夢は決して成就しない。英月を求めたお前の判断は正しかった。お前がすがるべきは奇跡だけなのだから。本当はお前も分かっていたのだろう。それでも取り戻さねばならないのだろう。必ず願いを叶えると誓ったのだろう。ああ、そうだよ。みんな、陛下のためならば俺は何でもしよう。杯に満ちる酒が毒だと分かっていても、一息干してやると。やはりか。一門を復古し、古き都の支配者に返り咲く。そのためだけに奴は、英月が万物の願望機であると嘘偽りを述べて幕府に取り入り、我らを死地に陥れ。しかしだ、万能ではなかろうと絶大な魔力を有してはいるのだ。それに何より、その日、武蔵亡き霊岩堂を一人の剣士が訪ねる。神面武蔵、その生涯において百戦百勝、剣術において負けはなし。まさしく、勝てぬと悟ると決して正面から戦わぬゆえな。武蔵の兵法を見習いたいものよ。師匠とは顔見知りですか。うん。随分と昔、藩の名誉をかけて試合した中でな。結果はこやつ
スの見事な作戦勝ちよ。天の断り、地の断りのみならず、時の断りまで持ち込んでの。それは見事な早業であった。それはどこで？巌流島。少年の脳裏にひらめくは、師匠が語りし、とある回顧団、己に並ぶ剣士との試合、舞台となった小島の名こそは。俺を弟子に取っていただきたい。何故？武蔵が恐れた剣なれば。心得た。一連の騒動は、少なからぬ犠牲を払いながら、首謀者土帝康弘の命をもって幕を引いた。だが新たな火種はここに。命が燃え、月が満ち行き、義は終わりへと近づく。地帝なにがしは倒れた。無事にはぐれの一件も片付いた。ここにいたり思い起こされるのは、サーヴァント、英雄、英傑たちの鮮烈なる死に様ばかり。誇り高きアーチャー、己が友と婿の民を守って散った男、はぐれのバーサーカー、微笑みを残して言った。金剛の異常夫アサシン、ドロテア殿と対峙し、皆そこへ沈んだ魔人。この日々もいずれ終わる。生き残ったならば、死せず勝利を手にしていたならば、再び俺の日々はなぐのだろう。何暗い顔してるの、兄ちゃん。さっき朝毛を食べたばっかりでしょうに。あ、もしかして足りなかった？かや、案ずるな。腹は朽ちくなった。お前こそよく食べなさい。心配しなくたって、ちゃんと食べてます。小さい子みたいに言わないで。そのうち兄ちゃんの背も追い抜きますから。そうか。あれ、なんだ、どうして私がこんな。ふと立ち花、あの日、あの時、私は涙を知って、多くを知った。悲哀を知った。異教のタケルたちを切った折に得たものも、そう、
悲しみなのだと。そして私の涙は枯れ果てた。ああ妻よ、我が妻よ、私は二度と泣くことはない。そのはずだったのに。はあ、なぜだろう。より君たちとの日々の終わりを思うだけで私はこんなにも。そういえば十分に休めたか？無用な心配だ。サーヴァントは本来眠らぬものなのだ。よりこそ寝不足に見えるぞ。確かに事実寝不足だ。ここに至って開き直れるほど俺の肝は太くないようだ。サーヴァントならざる身は難儀だな。くれぐれも不意をつかれてくれるのよ。ああ。より、一つ尋ねる。なんだ、改まって。願望機にかける君の願いは。君は永月に何を望む？士官と言いたいところだが、それはただの展望だ。己が手では叶わぬものを望んでいいというのなら。ああ、いや、何でもないよ。カヤはカヤだ。俺が願わずともきっと幸せになろう。セイバーこそどうなんだ。いい加減、己が願いは思い出せたか？あ、恥ずべきことだが、何を願って限界したのか私自身にもまだわからない。だがやるべきことはわかっている。永月の儀を続けさせてはならない。どのような世界、どのような時代であれ、私は善を成したい。それにな、アーチャーたちの無念も晴らさねば。かつての英雄そのものでないとしても、そこにまつわる魂を惑わせるのは悪鬼の所業。英霊を惑わし世と民を脅かす者こそ英月。ならば止めなくては。誰あろう、私が私の剣にかけて。それが私の誠だ。言ってのけたな。心よりの願いあればこそお前は召喚に応じたのだろうに。お前は永月を切るという。それでいいのか？うん、それでいい。良いのだ。聞いて驚け。これほどまでに思い出せぬ願いならば、おそらく取るに足りぬものなのだ。故に私は私として剣を取る。だからより。わかった、お前がいいならばもう何も言うまい。では支度しよう。いち早く儀を終わらせねばな。願い、本当に
義の終わりは近い。今ひとたび支度を整えておかねばな。